お祝いしていただけて、公演だったんですけどお祝いしていただけて嬉しかったです。はい、ケーキをいただいたのでケーキ食べながら喋りますね。あ、タクさん、タワーありがとうございます。お誕生日おめでとう、夢や目標が叶う年になりますように、ありがとうございます。そしてトリオヤジさんもタワーありがとうございます。タクさん、トリオヤジさん、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そうなの、ケーキもいただいて、そうなんです、もうみんな食べたのでだいぶ崩れちゃってるので見せないんですけど、食べますね私は。あ、ヨッシーさんもタワー、桜タワーありがとうございます。そう、今日3月27日は桜の日なんですね。で、今日レッスンして空き時間があったので桜のかき氷をナルタオと一緒に食べに行ってきました。で、公園に行きました。今日は桜のかき氷食べました。美味しかったです。いただいたケーキだ、じゃん。あ、あ、まさのぶさん、タワーありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。いただきますね。お腹空いてるんです、公演終わりで。中心さんもたまありがとうございます。これいい、染み渡る。もうみんなが食べて崩れちゃってますが、ケーキ食べますね。めっちゃ可愛い見た目のケーキだったんです。後でインスタ載せます。うん、美味しい。ベリー、いちごベリーみたいな、やば、久しぶりのケーキ、美味しい。お誕生日のケーキは太らないからいくら食べてもいいですよね。うん、あ、メール届きましたね。そう、メールにケーキの写真載ってるから見て。もう今めちゃくちゃそんなね、あれ、そうなんです。うん、うん、うん、22時半にランキング読みたいです。教えてください。時計がなくて、時計あるけど見えないわ。
そう、今ね、公演終わって楽屋なんですね。だからいつもと全然背景違うと思うんですけど、なのでちょっと遠くでスタッフさんが話してる声とか下の音とかしてるんですけど、家じゃないんで、はい、よろしくお願いします。見ての通り、はい、メンバーにも私のファンじゃない方、公演たくさん来てたんですけれども、そんな方々もお見送りでお誕生日おめでとうって言ってくれたり、みんな幸せりかって言ってくれたり、優しいなって思いました。トラスターのマネージャーさんもお祝いに来てくださってですね、嬉しかったです。おいしい。直接言いたかったけど、バースデーイベントで、そうなんです、27でしょ今日、3日後は私の初めてのファンクラブ生誕イベントがあります。楽しみ。今日本当に私のファンの方全然いなくて、公園に正直いましたけど、いたけどね、いたんだけど本当に少なくて、もう片手で数えられるぐらいなんじゃないってぐらいだったんですけれども、 FC 申し込んでくださってたのに外れちゃった方が多くて、そうそう、来てくれようとしたんだけど外れちゃった方が多かったってお話ね。で、30日はあれなんです、私のファンの皆さんしかいないので本当に楽しみ。生誕祭も劇場のリンゴさんに土日にしたいんですって言うだけ言ってみたので、でも4月はまあ無理か、5月ぐらいの土日のどこかで、まあ、生誕祭ができればいいなって思っています。どうなるか分かんないんですけど、一応言いました。そう、去年6月にしましたよね、生誕祭。おいしい、お水がおいしい。今日の公演は1ヶ月ぶりぐらいだったんですけど、なんかめっちゃ緊張しました。あ、マルアイさん、タワーありがとうございます。桜タワーありがとう、最高です。でも今年あんまり桜見てないな、まだちょっとだけ見たけど、毎年この時期って満開な気がするんですけど、全然満開なとこ見てないかも。これからか。そうなんですね。
私たちの10周年の日、4月3日には満開かな。今週はめちゃくちゃ、今日もお誕生日があったりとか、30日は FC の生誕イベントだったり、あと4月3日は8の、8じゃん、8今休止中だから、8メンバーの10周年をお祝いする公演があったりしますね。あとその次の日はリンディの卒業公演です。来月もいっぱい公演に出る気がします。けどずっと心にいると。いや、なんか私たちって何期生とかじゃないから、あのなんていうの、チーム8ってなってるんです。13期生15期生チーム8ドラフトとかで、16期生17期生みたいな、期がないのでチーム8っていうのは残ってるんですけど、でも別に8が休止してるわけなので、8で活動するっていう場面もまああんまない、木で同じですよみたいな括りになってるので今のところ。あ、そう、もっとチーム8ってよくわかんない書き方になってるんですけど、そうなんです。うん、でそんな8のね、10周年待ってます。来てください。そう、今日日付変わった瞬間ね、ファンの皆さんとかたくさんコメントくださったりしたんですけど、ママもパパも連絡くれて、あと地元の友達とかもうたくさん連絡くれて、あのお疲れ様でした。で、あの地元の友達とかも連絡くれて、でメンバーの一番に連絡くれた人誰だと思いますか？え？ってびっくりしました。なんとね、一番に連絡くれたメンバー村山優里さんだったんです。嬉しかった。嬉しい。その次がおりんちゃんだったんですけど、めっちゃ嬉しかったんです。マブマジマブ大好き。優しいよね、本当に。でね、このもうこのケーキだいぶ食べ終わってますけど、このケーキをこうハッピーバースデートゥーユーって持ってきてくれたのが、なんと同じ事務所のサッホーさんですね。嬉しい。優しい。先輩お二人にお祝いしていただけて幸せ以下でした。嬉しい。やっぱトラスターなんで私たち。嬉しい。サホさんがケーキ持ってセリカに向かって笑顔でニコニコ近づいてきてくれたんです。可愛くて本当に嬉しかった。そんな幸せな一日を過ごさせていただきました。おいしい。なんかちょうどいいサイズ感のケーキ。
美味しいです。うん。23歳似合う。ありがとうございます。私自己紹介とかでもあんま年齢言ってないんですけど、最近ね、今日久しぶりに劇場で年齢言った。23歳ですって。別に自慢する年齢でもないかなみたいな。17歳とか言ったら言いそうやけど、年齢はいいかなと思って。しかもそう、早生まれなんで本当は24の年だから、でそういうのややこしいから、うん、いいかなみたいな思って年齢は言ってないんですけど、久しぶりに年齢言いました。でもみんなの反応はまだ23みたいな。そうなんです。今日レッスンでお会いした、いつもお世話になってるダンスのね、振り付けの先生にも、え、23なんだって。本当にもう13歳ぐらいからお世話になってる方なので、23っていう。まあもうすぐ10周年ですけど、まだまだピッチピチフレッシュなんで、ピチピチに頑張ります。10年って結構重いよね。23歳の1年はね、でも22歳で事務所に入らせていただいたりとか、ファンクラブ開設したりとか、結構嬉しいニュースがたくさんあったので、23歳はもっと大きなニュースをみんなにお伝えしたいなって思うので、まあそうですね、一番、まあファンの皆さんに嬉しいお知らせをするっていうのをモットーに、みんなが応援してくれてる選抜メンバーに入るとか、あとは雑誌とか自分の好きなお仕事にもたくさん関われるようにしたい。雑誌、モデル系、ワンピースとか麻雀とかにもどんどん力を注いでいきたい。今までは割と来たお仕事をするっていうような感じ、それを一生懸命するって感じだったんですけど、ぜひセリカに出てほしいとか、向こうからこうぜひ長野さんしかみたいな感じで言われるような人になりたい。あ、KJ さん、タワーありがとうございます。ありがとうございます。そう、写真集も絶対に出すから。でも23歳に出せるか分かんないんだけども、もちろんいつ出してもいいようにビジュアルは整えていきたいですし、選抜メンバーになって AKB48 を引っ張っていきたいと思っています。なので引き続き皆さんの応援が必要なので、これからも応援よろしくお願いします。そうだね、まあ、やりたいことたくさんあるんですけど、まあ日々こうなんだろうね、 SNS 途切らさないとか、まあ基本的なことは絶対に続けること、劇場でも手を抜かず毎回一生懸命するとか、毎回の劇場でファンの皆さんを何人か増やす、それを握手会に来てもらって仲良くなって聖火のこと大好きになってもらうっていうこととか、まあコツコツやってきたことですけど、もっともっとそれがたくさんの方に私のことをもっともっとしていただけるように、 AKB だけじゃない活動も
力を入れていきたい。まあいや、分かりやすく言えば、まあグラビアとかそういう、なんだろうね、まあすぐに始められるか分かんないんですけど、 YouTube とかそういう発信系で、発信していける、なんだろう、 SNS そういうツールを何か使ってやっていくのもいいなと思うんですけど、そう、まあそういうのはコツコツ日々考えながら、自分に合った方法で前向きに活動していこうと思うので、っていう感じ。やりたいことたくさんあるので、やりたいこと叶えていきつつ、まあそのやりたいことっていうのは、まあやってから言いますやってから言いますね。はい、まあね、そんな全部うまくいくわけじゃないかもしれないけど、過程が大事だと思っているので、自分が生きてて後悔のないように生きていきたいと思います。ワンピースのね、お仕事を去年させていただい、去年一昨年もさせていただいてたのでね、今年も何かあれば嬉しいですけど、ワンピースめっちゃおもろくて、今マジで面白い、見てる？みんなおもろすぎる、クライマックスって感じ。いや、まもうちょい続くと思うんですけど、めっちゃおもろい。どうしたらいいんだろう。アニメも面白い。あとワンピースカード集めたくて、なんか買い方むずくない？新しいやつ欲しいんですけど、まだ発売されてない予約段階のやつ。あれなんか抽選みたいな、予約注文みたいな押してみたんですけど、なんか当選した人しか買えないみたいな、どういうことみたいな。そう、新しいなんかレイリーとかが映ってるのが欲しいんですそう、アマゾンなんですけど、なんで？なんかヤマダ電機とかに行けばあるんかなと思ったんですけど、ヨドバシカメラとか、カードショップに行くのはちょっとなんか気が、まだそんな、まあね、ごちそうさまでした。美味しかったケーキ、はあ、美味しい、はあ、今何時ですか？眠すぎ。23分。そう、ワンピースカードの開封配信したいんです。ワンピースマンチョコもシャンクス出なかったけど、いっぱい集めれたし、カードをね欲しいんですけども全
そうなんです。ウェハース食べきりましたよ。全然普通に。毎朝コツコツ食べてたらなくなりました。はい。なんかね、オンラインお話し会でもそのワンピースマンチョコ開けたよっていう人がいろいろ見せてくれたんだけど、やっぱエネルみんな持ってて、あの回のワンピースマンチョコほぼエネルでしたよ。多分シャンクスとか四皇とかは枚数少なめで、でエネルとかが、エネルとかなんかキングとか空島の方々はめちゃくちゃ入ってたんです。私もエネルめっちゃ思ってる。本当に本当に交換会したい、みんなとトレードみたいな。なんか X にゆずって書いて、エネルキングとか書いて、で求むみたいなやつ、シャンクスやりたい。ダー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 、まあ無理だと思いますけどね。レート合ってない。ああら、じゃあエネル3枚でいいや。求むシャンクスですけどね、そりゃ。クユズルの時3時。過去にたくさん3時が出たので、3時がたくさんあるので。3時。今日の髪型はこちら、ねじりハーフツインです。メイクさんによってねじりハーフツインで変わるんですけど、今回はこういった感じのねじりハーフツイン、素敵。髪暗くしたんですけど、この暗さ好きです。ハイトーンとかやってた時期ありますけど、黒髪じゃなくて暗髪が好きです。最近のブーム、ムーブ、ブーム。ありがとうございます。素敵です。ありがとうございます。あ、ゆうりさんも暗くなってた。青っぽい感じ、可愛かった。髪も短くしてね、可愛かった。じゃあランキング読んでアフタートークします。13位ゼファーアットお誕生日おめでとうさん、ありがとうございます。書いてないけど。12位竹丸アットセリちゃん公演オンデマンドで見たよさん、ありがとうございます。書いてないけど。11位マッチンアット誕生日楽しかった、楽しかったよ、そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。10位ケンケンアット公演お疲れさん、ありがとうございます。書いてないけど。9位クロアット、ちょっと名前が最後まで見れないんで、
毎日クロワット毎日キング牛丼完食配信22日目、昨日21日目でしたね。ありがとうございます。8位、ライオン丸アット23歳も頑張ってねさん、ありがとうございます。書いてないけど。7位、マルアンやっとお誕生日おめでとうございますさん、ありがとうございます。ありがとう。6位、タクアット誕生日おめでとう、これからもよろしくねさん、ありがとうございます。ありがとう。5位、ヨッシーアット23歳のセリちゃんも全力で応援しますさん、ありがとうございます。助かります、ありがとうございます。4位、トリオヤジアットお誕生日おめでとうさん、ありがとうございます。ありがとう。3位、 KJ アット今日も真っ白だねさん、ありがとうございます。書いてないけど。2位、マサノブアットねじりハーフツインかわいいさん、ありがとうございます。書いてないけど。そして1位は中心アット23歳のセリちゃんは毎日いつも笑顔を保ってねさん、ありがとうございます。そうします。マルアイさん、タクさん、ヨッシーさん、トレオヤジさん、 KJ さん、マサノブさん、中心さん、タワーありがとうございました。はい、さすがに嬉しい。今日はお誕生日ということでみんなほぼ書いてくださってました。ありがとうございます。 FC のイベント楽しみましょうね。衣装も決めましたし、やることもだいぶ決まりましたし、あとは私が特典にサインを書きサインカキカキする、それだけで、あと明日 FC のブログ更新できるように書きます。で今日はインスタと X とビバース更新します。はい、そんな感じです。明日レッスン8のリハやっと始まる。8のだっけ、何のリハ、それではですね、見てくださってありがとうございました。23歳も楽しみます。みんなと一緒に幸せリカになります。あ、スイートラブさん、ありがとうございました。は昨日も終わる直前に投げてくださいましたね。ありがとうございます、ありがとうございます。本当にお手紙とかプレゼントも今日たくさんいただいたのと、事務所に届いてたプレゼントとかも持ってきてくださって受け取ったので、帰ったら読みます。ありがとうございました。本当に幸せりかなお誕生日だったので、23歳は最高の1年になると信じてこれからも頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。ではありがとうございました。見てくれてありがとうございます。じゃあね、ありがとうございました。バイバーイ。